お疲れ様会なんて言うんだっけ打ち上げ的な今日の公演の多分やってるはずなんだけど、なんか帰ろっと思って帰ってきちゃった帰ってきちゃった。分かんない、みんな行ったのかな。そんなさっき前髪ちょっと切ってもらったぐらいで髪はそんな伸びてないと思うけど、初日の出見るか。いや多分終わる頃にそんな起きてる元気が残ってないような気がしてて、寝てるかな。どこ行っても混んでそうだし、なんか夜さ、なんかあるよ全然、なんか食材とか倉庫にあるから解凍すればね、いけるんだけどなんかもう待ってる時間も嫌だなと思って、帰る途中でなんかどっか食べ物のお店ってないかなと思ったら全然やってなかった残念。マクドがやってたので買ってきた。あ、ザキさん、わー嬉しい。ザキさんお城、あれ花火もお城のやつだっけ。え、ありがとう、ありがとねありがとう、よいお年よお腹いっぱいで、あったかいお部屋にいたから、まあ、眠っちゃうよねでもなんか幸せでよかったね。うん、もう2023年最後の配信だね。もうこの後出ないとだから、家一応メイクとかもできてはできてるけど、ちょっと変えようかな、時間あるし変えようかなと思ってる。まあ、もしかしたらもうきっと分かんない、これちょっと聞いてみたんだけど、なんか最後とも言い切れないし、まあ、カウントダウンであの年越しで出させてもらうっていうのはもう確実に最後なんだけど、これなんか最後って言っちゃっていいものなんですかねって聞いてみる、なんか分からんって感じだったから。でもアイドルなんかじゃを歌番組でやるのはおそらく最後なんじゃないかな。まあ、かっこもしかしたら最後かもしれないっていう感じでそんな感じで出させていただきます。わかんないのよ、私も最後だったら最後ってなんかね言って、こうそういう気持ちでできたらいいなと思ってたんだけど、なんか分からないらしい。目に焼き付けといてください分かんないんだって。まあ可能性としては高いって感じかな。今日のメイク、何もほぼほぼ何もしないんだけど本当に何もしない、まつげも上げてなければ。結局どんなになんかやったとしても引きで見たら一緒だなって最近思ってきちゃって、なんか濃くしようが何もしてない感じで出てもなんかあれあんま変わんなくないと思って、
一緒ではないかもしれないんだけど、だから今日ほぼなんかあんま何もしてない。今日髪ももちろんちゃんとやってもらったんだけど、今日はバチバチで来ると思ってた。いやもうなんかシンプルに髪もももクロさんやりましたよ、怪盗少女今日いろんな曲のジャンルでなんかアンケート来て、なんかやりたいのとかこのテーマに合う自分の思う曲があったらなんか答えてねみたいなのがあって、いろいろジャンルがあって、もうなんかジュンクレとかもやりたかったの私。 AKB 系だとそういうの答えてて、本当はね大本命としてはゆいゆいと2人はプリキュアをあげてたのでもなんかねプリキュア系ってやっぱりなんかね、わかんない難しかったのかな、権利か何か、なんかプリキュア系って他の時にも違う私とか関係ないところでやったけど、なんかやっぱ難しかったみたいで、そうプリキュアしたかったのでで他のやつでもうやりたかったんだけど、それはもっともっとね。であとなんかももちゃんとかも含め、ももちゃんが一番ねももクロさん好きだから、私もね学生の時すっごい好きで、でなんか大人数でこうももクロさんのこの怪盗少女をやりたいって答えて開けてみたら、ちょっとマイクとかの採点のあれをやってたから、マイクのね数とかまでで、それでゆいゆいと2人で怪盗少女になってた本当はね We are the AKB48 とかにしてたので、その後にゆいりんゆいりんゆいりんゆいこうなーみたいな感じにしてたんだけど、すいませんってちょっと元の振りで元のあの歌詞でお願いしますって今日リハでやってみたら言われたので、で私はレニカナコアカリの方でやってたら Z バージョンでレニカナコだったっていう。昨日のリハの時に、歌番組のリハの時にゆいゆいとももちゃんと動画見て振り起こしして、権利がねやっぱね難しいみたいだからね、ああ確かにお代理、いやそうなんだ確かに、でもあれあそこだけオンデマで配信できなくなったみたいなことなんないの、大丈夫かな多分そういうことじゃないかな、わかんないけど、お前にワンチャンカットされる説わかんないわかんない私たちはリハでちょっとやったから、スタッフさんにあそれちょっとあれなんでって言われて直しちゃったけど、リハは多分普通にモニターに出てる歌詞でやってたから分かんないけどね、いやおだり最高だったね、最高だった。なんか私は聞いたことのない曲だったんだけど、なんかしびれた。もちろんおだりは昔から AKB48 好きだし、 AKB 愛がすごい強いってことも伝わってくるけど、普段からでももしかしてきっと本人がいつなんかやりたいなんか路線じゃないけど、なんて言うんだろう、こういう、 こう歌を歌っていくっていうことに関してはこういうことをもしかしたら本当はやりたいのかなと思ったりして、だからもっと違うジャンルだって、なんか聴いてる音楽とかもさ少し
なんか普通のなんかあれとちょっと違う感じがしてるんだ。私は個人的にそう思ってたんだけど、よくストーリーとかになんか曲あげてるじゃない。ね。あ、こういう感じがなんか好きなのかなって、楽しいのかなと思って、なんかすごい不思議な気持ちで、かっこいいなと思いつつ、うわいいなって、かっけーと思ってね聞いてた。あ、そう、あ、そうなの。おお。私はどういうやつ、いろいろ聞くな。これっていうのないかもしれない。ただ最近聞くのはもうやっぱりアニメ関連のが多いなって感じ。その時見てるドラマの主題歌とかさ、そういうの聞いちゃうな。いやだから今年のアニメの主題歌たちは本当に最高だったね。もう青の住処大好き、本当に。何がいいってやっぱりあの、これも私が好きな作品の主題歌だったけど、特に私が一番楽しみにしてた部分というか、そういう物語の主題歌だったんだけど、まあ、なんかちゃんとその好きなキャラクターの関係性とかさ、もう全部この歌詞とかに、ってすごいみたいな、よくみんな解釈一致みたいなさそういう系でさ、こう称賛してたりするけど、本当にもう本当にその通りで、初めてそのじゃあ2期始まりますってなって、私はもう本当文字通りテレビの前でもう正座待機をして、始まったって、もうその曲聴いた瞬間もういろいろ相まってこう本当に泣いた。うわーって、うわーもう最高なもの出ちゃったよと思って。人ってさ本当に正座待機するものなんだよね、本当にネタとかじゃなくて、楽しみすぎちゃうと本当に正座して待っちゃうんだなと思った。もうすっごい目の前で見てたよえー次呪術廻戦もね3期も決定したっていうから、誰になるんだろう。一期も良かったよね。チェンソーマンも良かったね、うん、お子ちゃまみたい。いや、お子ちゃまにはできないもんね。もうファンとしてもおたかつをねしてるよね、楽しいよねグッズをこう買いに見に行ったりとか、子供の時にはできなかったもう歌活をできてね、楽しかった。推しの子はもう原作も見てるしアニメも見てるし、大人買いはしないけどグッズ系でまだ大人買いはあんまないかな。本当に欲しい欲しいものを確保してって感じ。アニメートは 2,3 回行ったことあるけど、でも自分が欲しいものは塗ってなかった。その時行った時はまだ好きなキャラクターが出てないタイミングだったから、吸い取られずにちょっとまだその時は済みました欲しいものに関しても頑張る。
あ、うん、私が行ったの池袋かな。池袋だ。そういうものの聖地と伺いました。賢い買い方しそう私。あ、全然だよ全然。もう欲しいと思ったらもうこう。いや、そうなの。いや、もう本当にね、歯止め効かなくなるからあえて行かないっていうのもあるし。でもさ、欲しいキャラク、好きなキャラクターの欲しいグッズのさ、店頭に行った時に並んでなかった時のあの複雑さね。いや、売ってないのもめちゃめちゃ悔しいし、あーってなるんだけど、誰だよこれ買ったのってなる。意味わかんないこのなるんだけど、いやでも嬉しいなって思うの。なんか、あ、でもやっぱこんなに自分が好きな人、あ、めっちゃ人気あるんだ、ウィーみたいなみたいな感じになるから、なんか複雑だよね。うん、ならない。嬉しいんだけどみたいな。あったらあったでも本当にありがとうございますっていう感じなの。もう、あ、分かんない、そっか。私はなんかこの間本当に悔しかったんだけど、誰だよって、じゃあ何、私何時に整理券を取りに来ればよかったわけってなったよ本当に。もう朝ぐらいかな、お昼前とかに整理券もらって、それでも頑張って18時ぐらいだったの、入場できるのが。でもその時の私のベストがそれだったの。それでも一番欲しかったやつなくて、そう、メルカリで探しちゃったもんね。もうね、だってもう入る予定も分かりませんみたいな感じだったから、うーんって。あ、でもその人はなんかもう思ってたよりなんか確保できちゃったからって感じ。本当高くとかじゃなくて本当に同じ値段で売ってくれてたからよかったんだけど、いい人だった。でもそれでも他の出品されてるものも全部もう買われてしまってて、アホアーっていう感じだった。まあそれはシールだったんだけど、いやーすごいね。なんかちゃんと折れないようにさ、段ボールをこうカットされたものをちゃんと用意して、シールが曲がったり折れたり絶対しないように固定されて、ちゃんともうしっかり包装もされてて、すごいなーってなった。やっぱね、そのものに対しての愛がね伝わってきましたね。素晴らしい。私はねないんだよね、出したこと。なんかそういうのがなんか大変そうと思って。でも最近コンビニにさ、そういうセット売ってるよね。すごいね。それほどなんか普通のことなんだろうね、きっと今ね。そうなんだ、知らない世界。ちょっと話が飛躍しすぎたような気がするけど、何の話してたっけ。音楽の話してたのか。そうだそうだ。私の1年もいろいろありましたね。うわ、もう17分だ。そんなにもう長くできないけど、うん、大丈夫、間に合う。
断の年、まあ郵送聞かれたらそう答えてはいるけど、まあ、決断したの全然去年だから正直本当のこと言うと別に今年ではないから、まあまあね、なんか誰かが弾いてくれたりしたら、まあ、見た感じ客観的にはなんかね、そう本当言うと、TBS に行く、うん行くよ、行かないと出られないよ。あよかった、楽しいオタ活ができました、だってよかった。なんだろうな、旅答え方なんだろう、一時本当によくわかんない、旅にしよう、なんかいろんなとこ行ったからまあ来年はきっとね、なんか出発するよみたいな、綺麗に終わりたいなみたいな、そういうニュアンスの一時になるんだろうけど、旅でいいんじゃない。ヨーロッパ行こう、うん、ヨーロッパ行くの、そうなんだよ、そしたらまずはすぐにね剥がれなのでねっていう、卒業旅行とか計画しないの。でも今ちょっとね、あ、ここ行こっかなみたいなところありますよ、うん、車の免許ももう時間ができ次第行きたいなと思ってる。でも今やっぱりね、本当に心の底からいろんな活動を楽しめてて幸せ、楽しいって思いながらいろいろできてるかな、余裕もできたしね、一番はやっぱ心の、まあ、物理的にそうお休み待ったりとかしてリラックスできてるのも大きいけど、まあ、やっぱりどうしてもこう卒業発表する、まあ、決めてはいたけどしてない状態の時ってどうしてもやっぱみんなとさ、こう心のどっかでやっぱりこう負けちゃいけないみたいな、そういう関係性ではあるじゃない、やっぱり仲間といえど一緒に頑張ってはいるけれども、やっぱりこう選ばれる選ばれないの世界でやっていちゃうと、なんかやっぱね、でもここでこう負けてはいけないなみたいな、そういう、ま、それが結構顕著に出てるグループじゃない、なんかね、そういうのがあってけど、発表するとやっぱりそういうのが一切なくなって、もうやっぱりこのね人たちと一緒にやってきた仲間たちとの過ごせる時間を大切に過ごしたいというか、もう愛おしく思えてくる全てが、うん、それにそれがね、まあ、個人的にはいいけど、あんまそういう機会が今の AKB なくなって、それがよくないい方になってるのか悪い方になってるのかも分かんないけど、個人的にはその発表したことでそういうものから解放された今の状態は本当に私は幸せだなって思ってるの。それがもう1ヶ月後に卒業しちゃってなると、まあ寂しいものだったと思うけど、まあ早めにちょっと発表させてもらって、春に今卒業設定してるけど、
うん、今の状態がこの10年間の中では一番楽しめてるというか、というかじゃなくて楽しめてるなって感じ。うん確かに、だからそう、ほんとそう、無敵状態。選抜の発表も、まあ、ちょっと虚しくあるところはあるんだけどね、この間のやつとかさ、あ、やっぱりもう少し後に卒業したら私もユキさんのことシングルでこう、もうちょっとだけ近いところでこう見送らせていただけたのかなとかちょっと思ったりするけど、でもやっぱりね、なんかでも私はこういうことに恵まれてきたしとか、ね、私はもう次の道を歩いてるんだって向かい始めてるんだと思うと、うん、なんかやっぱね、そんなにこう心がキュッてなることはもうないのかな。うんね、仲間たちがこうやって先にね、まあ、近いけど1ヶ月ぐらいの違いだけど、うん、今まで、なんで卒業しちゃうのって、同じ夢に向かってそれを目指してここに入って一緒に目指していくんじゃないのってすごい悲しかったり寂しかったりしたけど、同じ時期に、ま、進む道は違うかもしれないけど、ま、その決断のあれは一緒だし、見送った後に私も追いかけるねっていうマインドには、そう、あ、分かる、夢へのルートっていいよね分かる。だってソロコンのね最後に入れたぐらいだったもん、歌詞がやっぱいいよね。うん、溶けてくる。え、私の今の声でうるうるしてくれてるの？やだー愛おしいですね。本当に私じゃない私のことだったら嬉しいんだけど。でもそれもやっぱり悔しい思いとか嬉しいこともあったけど、そういうのは経験してきたから今こういう風に思える。うん、本当の戦いはね卒業してからだから、まあそれまでは一回頑張ることを休んでもいいのかなと思って、まあ、準備はねここね 2,3 年で全然足りないは足りないんですけど、してきたつもりだし、せめてこの残りの 3,4 ヶ月はメンバーと楽しませてくれまいかという楽しいだけの期間もいいんじゃないかなと思って、最近はいろいろセーブしてたりって感じ。辛い思いをたくさんしてなかったら今こういう風に、ね、なってないと思う。スキョウもツイッターインスタ続けて、ああ、全然やってると思うよ。いや本当だよね、本当に最高級に忙しいスケジュールを経験してるからさ、本当にちょっと休みがあって一日何もしないで過ごしてる、とんでもないね罪を犯してるような本当にそういう感覚になっちゃうんだよね今。それからちょっとだんだんそのマインドから、その思考から解き放たれてはいるんだけど、慣れてきたけど、うん、休み慣れてきた。うん、
や本当に罪悪感がすごいので、悪いことしてないのに、え今日、え休んでっていいのみたいな感じだったから、あんまりもう本当に人が言う忙しいっていうスケジュール今来ても何にも思わない。普通だなって思うかも。良くも悪くも。なんかホリプロのマネージャーさんとかさ、他の人もさ、私が普通にやってることをすごいさ、いや本当強いよねみたいな。てか全然こんなの AKB の普段のそれに比べたら全然だけど、おおってでも逆にそのスケジュール感の違いってちょっと危険だなと思ったりもした。ねえ、だってそれが普通だと思ってきた人間にとってはさ、焦りになってくるじゃない。ね、いやそういうズレもさ、ね、ちゃんと、こんな話楽しい大丈夫そうね、そういうところもなんかちゃんと共有してって、今までとはね、まあ、私はもう入ってからもう3年4年になってくるのかな、ね、だから AKB の方ではそういうのってもう長年やってきたから、そういうことを話し合う機会ってないけど、やっぱ仕事に関してこの 3,4 年で出会った人とそういう価値観を合わせていくのも必要な作業だなと思うし、そう、だから本当に自分の仕事のこととか仕事の質だとか、そういうスキル上げてく、仕事取るっていうことも本当にこれも一番大事だけど、やっぱり支えてくれたり、そういうところを管理してくれる人たちとコミュニケーションを取るとか、いやこう大人になっていくにつれそういうところをこう昔よりももっと重視するようになってきたかな。それがやっぱり成長かな、ここの特に 1,2 年とか。ありがとうございますありがとうございますます私なんか最近本当に人と話したりすることに何もハードルを感じることがなくなったかも。まあそれは多分きっとあの握手会がやっぱりそういう面ではみんなに鍛えてもらったのかなと思うけど、ね、初めて会ったっていう人にも会話に困らないっていうか、 MC をやらせてもらったりっていうのも大きいのかな。ね、こう投げかけるこう言葉とかの引き出しが増えたっていうか、ちゃんとこう人に興味を持ってどうなのかなって気になって質問できるようになったりとかね、それは本当に大きかったなと、嫌だなと思ってたけど、そういう普段の人との接し方で生かされるものが増えたから、それでよかったなと思ってる。あ、でも全然あのまだなんだけどね、なんか言ってますけどもって感じだけど全然これからなんだけど、まあ良くなっていくこういい兆しが見えたと言いますか、頑張って笑ってきたなんかこいつ語ってんなと思った。私も心の中でそう思いながら話してたよまあもうそろそろちょっとね、お家出ないとなんだけど、出番も全然先なんだけど、まあまあまあ、あの準備もちょっとやっぱり髪型のあのアクセサリー
サリー的にやっぱりあんまり刺した方がなんかこういうやつにしようかなと思って、ちょっと早めに行こうかな。髪も十分に取ったから、もう帰ってご飯食べてずっと寝てたからもうそこはね大丈夫、もう元気にやってくるよ。アイソレもすごいできんじゃない、もう体力も寝て回復したから。よし、出ようかな。じゃあまた後で、後でって言っても後でってね。あ、うわうわ、ちょっと食べてたアイスが。うん、じゃあ行ってきます。一応これでは良いお年をになるのかな。良いお年をありがとね、バイバーイ。切っちゃうよ。ありがとね、2023年も。じゃあなんかいろいろテレビ楽しんでバイビー。いいもの食べるんだよ。